どのくらいだったとフットジョークやるかな。重くなった、こういう状態でまず右手で下の時に自分の足をこうか、こういう感じ、持ち方として、ただこう持つんじゃなくて前でこういう、まずこれを一瞬で超える、なんかね、相手ちょっと押した方がいいな、相手の顔をちょっと押して隙間を作って、こんな感じで、こっからオープンだったってあれ決め技じゃないんで、スイープなんで、こっからこういう風に下で回らざるを得ないで、回らざるを得ない最後取れるんですけど、これオープンだった、こっから一瞬顔を押して、で、こっからも抜けるのって結構難しくないでからしたら、そうです、結構もう難しいよ、ここ抜けるの、はい、で、MMA だったら、まあ、別にスイープ戦でも殴ったりしてもいいと思うし、で、ここからもう一回、フットチョーク、こうする、で、ここからなるべく足を深く、あ、でもこれも肩の方がいいんで、この先の方でなくて、なるべく相手の中心、体のここでこれで、ここから足を相手の首に入れて、で、両手を引きながら足を引く、フットチョーク、これもたまにやろう俺、ここからちょっとマウントとかして、マウントでもできるね、いつでしててもおかしくないと思う、綺麗だろう、青木真也が永田選手とかに決めてた、まあ、こういう時になんか大きくクラッチして、あのそう、こういう場合が結構チャンスで、この時にちょっと一瞬相手起き上がらして、ちょっと押して、じゃあ向き分けて、これ抱えられたりしたら隙間を作った方がいいと思います、隙間ちょっと押して、で、ゴミ押し、こういう使い方もできる、それで俺が最後にタップした山田聡太郎にこの技決められた、あ、そうそうそう、5、6年前に、あと最後タックルの切り方だけやりたい、基本やけど、両足タックルここでいい、はい、そうで、両足タックル、やっぱり足が揃ってたり、すばめてたら、やっぱ相手はクラッチするできるんで、両足タックル、まあ、これも普通のことないけど、束ねられたらもう終わりっす、束ねられたら終わりなんで、もうここでこういう状態の時に、思いっきり足でできる限り、で、これまっすぐじゃなくて、体を斜めにする、じゃあ、ベッドの足で、まあ、ここまで、まあ、とにかく足を広げることが重要で、で、片手ついて、これ前も言ったけど、ここを、ここを押す、首を、受けた首、でまずこの時点で、この時点で押すな、あのできればこう刺したいけど、両方、あのもう形入られた時とか、こう刺す、もう刺す、もうさせないっていう、押して、こうする、なんかまで、もしかしたら、で、普通にタックル取りに行く。で、足を広げて、とにかく束ねさせない、え、だからマジ、もっけ取りに行きたい、めちゃくちゃ嫌だな、この首の痛い、首は絶対近づけられない、これで、まず壁を作って近づけさせない、え、だから、まあ、でも取りに来て、マジできついよ、きついっす足広げて、ちょっともう一回、ね、足タックル来て、でもこう刺したいんやけど、もう一回やけど、もうそれもできなかった、ここまで来たら、ここを押しながらこうする、わざわざ倒れる、で、入れさせない、で、片足タックルとかも同じで、片足タックルって、これも俺は絶対この首の根元をこう押す、多分これでも入れなくなるんで、ジャンク入ってきて、難しいよね、無理っす、ここで侵入させない、多分ここ押されるのがすごい嫌なんですよね、ここをこういう感じで、そんな感じかな。